倒れる瞬間だけ可愛い。やっとおもり。とりあえず、中に入れてもらえるってことは、仲間とみなされてはおるってことなんよね。ここがポーターン？あ？なんかすかしたの来たぜ。どうする？どうするどうするよ。ほっときなよ。バリアード。違った。バリケードどかしてまで相手するのもかったるいじゃん。だよねー。チャラい。帰れ帰れ。抜け道見つけない限り、どうせここに来れないじゃん。抜け道。なるほど、抜け道があるのね。ありがとう。スカルダンいっぱいいると、気をつけるろとよ。はい、抜け道。入ってきたよー。マジかよ。どうやって来たんだよ、スカしてんな。ここまで来なければよかったと悔やませてやるよ。お、バトルですか。やっぱり手の届く範囲に届いてきたら攻撃を仕掛けてくるのね。スカルダの下っ端が勝負を仕掛けてきた。さあ行くよ。でも糸丸かわいすぎやろ。おーし行くよ。カビゴンのしかかり、のしかかりでも十分いけるやろ。おし。ごめんね、糸丸。お、勝負に勝った。勝負を挑む前に戻りたい。あの時の俺にやめろと言いたい。そう、やめた方がよかったよ。だって正義は勝つんだもの。バリケードに甘えていた。今マジ悔やんでいるよ。俺たちバリケードなくても強いんだよ。敵討ちだよ。お、マジで？君は強いのかい？てか一人ずつなんやね。スカルダンの下っ端が勝負を仕掛けてきた。さあ来いよ。一系カビゴン。そして、あ、10万馬力がいける。カビゴン10万馬力。カビゴンって普通にしとっても強そうやのにさ、10万馬力ってやばいよね。あれやん、アトムやん。10万馬力とか。負けた負けた。俺の有り金くれてやる。え、有り金1088円なの？全然持ってないやん。俺たちバリケードなければ弱いんだからよ。手加減しろよ。嫌です。いつでも全力で行きます。ポータウンの奥の方、なんだか怪しい気配がするろ。ここ、中はちゃんとやりよんかな。うおー。ヘイヨー、ヘイコエ、こんなとこ何用だよ。ここは暗がり、うちら怖がり。だけどおすすめ、ここで見張り。おすすめじゃない、お勤めやった。誰も来ないし、マジでだるいし。勝負する気まるでしないし。チルチルー。だからよ、聞けよ、侵入者さんよ。俺らレベセルサポル、ん？レベ、ん？レペゼンサボル、スカル、スコブル、ソソル、話するよ。何言ってんのかわかんない。ここはポケセン、さらに停電。なので現金10円で元気の利用券買えません？現金10円やって、いいよいいよ。さすがよ、お大臣、あなたが大事よ、助けるよ。マジで助けてくれる、ありがとう。なんか普通に回復してくれた、10円で。うちらキャッシュで浮かれてる、疲れてるあんたらリフレッシュ。何で回復したんやろ。停電しとるって言ったけど。ね。だるいよ、サボりてえよ、俺はやる気マジねえよ。出せよ、やる気。ここはポケさん、ちゃんとカウンターの中におるっていうね。いいよ、いいよ。そうかよ、後悔すんじゃねえよ。ん？これは？人だよね。むにゃむにゃ。もういい、下っ端。ボールに戻れ。え？下っ端？自分じゃね？すやすやすや。普通じゃなかった。ふぅ。え、もしかしてあの催眠術で寝たの？チルル。みんな自由だな。
でもポケモンセンターはなんか普通に使えるっぽい。あ、ここにも抜け穴。美味しいよ。てか街の中にもバリケードあるのね。お、びっくりした。こいつは気づけよ。1,2 サンドバッグ叩く。4,5,6,7が俺様よ。何言ってんだ自分で自分のこと6でなしって言っちゃってんじゃん。さあ来い。スカルダの下っ端が勝負を仕掛けてきた。さあ行くよ。お、カリキリ。てかさ、こういうなんとか団の下っ端っていうのはなんでそんなにみんなして可愛いポケモンを使ってるの勝つ気はあるの相手に。おし、のしかかりだ。いっけー、カビゴン。おし、いいぞ、いいぞ。相手のカリキリは倒れた。一匹だけだったら二匹おるんか。ヤトウモリ。いや、このままでオッケーです。さあ、行くよ。あ、十万馬力が効く。なになになに、何を思いついたんだ。特攻がぐーんと上がったけど。カビゴン10万馬力。よいしょ、OK、効果抜群。倒れる瞬間だけ可愛い。やっと重り。よっしゃ、勝った。10カウントゴングでノックアウトだぜ、ベイベー。ん？話せないの？ん？なんか話せないっぽいな。ってことはちょっとあっち側に行ってみたいんだけど。なんかアイテム落ちとるし。女の子同士で集まっとるし。女の子っていう年かどうかわからんけど。さあ、今そっちへ行きます。抜け道もありすぎじゃね？お、囲まれた。隣のあいつには負けないよ。隣の女には負けないよ。お、何気にそういう現場ですか。え、二人いっぺんに？マジか。よし、かかってこい。てかスカルダンの下っ端とかそういうのってさ、名前ないんよね。名前ぐらいあればいいのに。スカルダンの下っ端の誰々が勝負を仕掛けてきたとかさ。噛み砕く。ゴルバット。そしてアシレーヌはムーンフォース。ラッタニ。キヨアシレーヌ、ムーンフォース。来い。効果は抜群だ。イエーイ。そして、あと一匹ゴルバットだけよ。おー、やべえ、毒を浴びそう。効果は抜群、マジか。うわー、毒にかかったー。よいしょ、OK。これで一匹ずつで終了。よし、勝負に勝った。隣のあいつよりは強いよな。な。隣の女には負けてないよな。な。知らないです。知らないけどよっぽど勝ちたいのね。お互いに。アイナ、不思議な飴を見つけた。やったね。ちょ、君ら邪魔なんだけど。内側からなら扉開くとかないかな。いちいちこうやってさ、行ったり来たりして進んでいかんといかんのがすごいめんどくさいよね。んで、あとは、お。さあ、来い。私のコソクムシ、暴れん坊すぎるけど、あんた沈められんの？頑張ります。コソクムシ？それは？なんか似たような名前のポケモンがおった気がする。そいつかな。コソクムシ。
何を聞いたことあったんやろ。もしかしたらポケモンじゃなくて普通にリアルの方かもしれん。おいし、のしかかりで潰してしまえよ。カビゴンのしかかり、ドーン。その様子を冷静に見てるトレーナー、怖い。なんてすごい暴れん坊トレーナー、ありがとう。補足虫、逃げ回るほど暴れてないと私も元気でないよ。あ、びっくりした、なんかと思った。ライドポケモン呼び出そうとしてないよ私。お、こんなところにもジガルデ、不思議な生き物がジガルデキューブに吸い込まれた。この街めっちゃおるな。いや、そんなめっちゃっていうほどではないか。俺、ナイフのようにナイーブだから。ナイフのようにナイーブ？ナイフ別に、そんなナイーブなイメージないけど。ベトベトー。そういえば、スカスカ言ってたあいつ、どこに行ったのかしら。どういうこと？その辺にいろいろおらん？お、なんか、誰に手振ってんの？あいつ、侵入者のことに気づけよ。ドイツ、ドイツ。あっち側に誰かおるってことか。お、なんかお互いに手振ってんだけど、何やってんのあれ。何をやってんのあれ。まあ、とりあえず入っていこうか。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。